すいません、なんかうつ伏せになってる時間長くなっちゃって、ここ痛くないですか？全然大丈夫です。大丈夫ですか？ありがとうございます。ドーナツになってるから大丈夫。はい。さんって若いのにすごい考え方がしっかりしてるっていうか、ちゃんとなんだろう、なんかきっちりしてるなってすごい思います。立派だなって。本当ですか？うん、でめっちゃ頑張るし、なんか、ダメダメですけど、いや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 、偉いですよ。本当に花澤さんそうやってなんか本当に気づいてくれるから、私は幸せです。ありがとうございます。本当です、ね、言っていただけると嬉しいです。ちょっと本当好きって思いました。ライクいただきました。ちょっと硬いですね。硬いですね。うん。痛さは大丈夫ですか？大丈夫。なんかそのうち腰にきそうだな。ああ、そう、腰ね、ちょっとね、ぎくしゃくしてる感っていうかありますよね。怖いな。普段お家にいる時とか膝を抱え込むような感じで寝ていただいたりするとここいいと思います。じゃあやってみます。はい、さっき後でちょっと やりますね。はい、うん、お願いします。どういう風にやるのか。ルナさん、こう体型的にお尻が大きくて腰がこうくびれてるので腰が多分負担がきやすいんですよね。あ、そうですよね。もう多分それ本当に骨格的なものがすごくあって、はい、だから何もしないでいうとここがこう詰まってきちゃいやすいので広げて寝るようなことをした方がいいっていうことですね。左右の歪みよりも上下が出やすいですねっておっしゃってましたもんね。そうなんです。いわゆる日本人のぺったりした体とはまた違って、その凹凸が大きくてもやっぱり腰が痛くなったりありますので、だから本当に反り腰にならないようにすごい一生懸命気をつけてはいるんですけどね。まあ、立ってるしね、腰に負担は出ますよね。だからそういったのも含めて、うん、早急に自分に合った、なんだろう、職業を見つけられたらなと思っていて、別にだからデスクワークがいいとも思ってないんですけど、なんかそう無理をしないで
私もお客さんと話すのは大好きだし、そこで新しい出会いがあったりとかするのもすごく好きなんですけど、絶対接客はしてた方がいいと思う。私もそう思います、笑顔がね、明るくていいからどうなってます？硬いですなんかまたここも右左でだいぶありますね、違いがね。響きますよね。響きます、すごい響く。ちょっときついですかね。ちょっときついぐらいでした。でも、あ、でも大丈夫、はい、大丈夫ですか。結構ここはね、そこで彫りが目立ちますね。できますよね。でも今頭の中でこの後本当に良くなるんだろうなって思いながらいます、はあ、いつも終わった後楽ですか？とってもしかも、はい、あの最初、私ほら予定をギチギチに決めやすいタイプじゃないですか。今日はこれしか入れてないし、素晴らしい素晴らしい。いつも休め休めって言われながら、はい、誰かと会っちゃったりしてるんですけど、すごい頑張りましたね。もういやでもいいです、やっぱりゆっくり寝れるとか、やっぱりその今日は何もしなくていいんだっていうのはすごい気持ち的に楽だから。私お誕生日の週だし、そうそう、いたわって、ね、お友達とにお祝いされたりとか ありました？そう、あんまなかったです。なんか、いや、これからあります。あ、そうなん、あ、よかったよかった、そうです、よかったよかった。なんか当日も、あと今月は、はい、お母さんの実家に、おばあちゃん家に行くので、スペインの、あ、違います、違います、熊本です。あ、そっか、おばあちゃんのお母さんの方だから。そうです、そうです、そうだそうだ、なるほどね、はいはいはい。そこでいっぱい、いろいろ、うん、おじいちゃんと誕生日が一日違いで、面白い。多分本当おじいちゃんと同じ誕生日に生まれるはずだったんですけど、出てきませんってなって、お母さんの骨盤の関係で、あらあら、はい、だったから、あの帝王切開しますって言って帝王切開で出てきたんですけど、そうなんだ、途中でちょっと長引いて、そうで、もう、あ、これ多分出てこないんで明日帝王切開しますって言われたらしくて、でも明日なんですね、お母さん大変でしたね。待たされちゃった感じですか、お母さん。じゃあで、その私の名前ルナっていうのも、本当はあの人類の類しようと思ってたみたいなんですけど、ルナじゃなくて類にしようと思って。そうそうそう、でも類ってあのスペイン語だと男の子の名前になるんですね。ほら、ルイ14世とかルイ13世とか、はい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 。で、お父さんがそれをダメだって言って、じゃ あのその日はお月様が綺麗だったから、あの LUNA でお月様っていう意味に、あの漢字は違うんですけど、ルナになったんです。なるほどね。じゃあ結構そのあのいろいろこう予定と違う風にこう生まれる、なんか前後でっていうか、面白いですね。そういう人のなんていうのかな、いろんなこう人生のなんかこうエピソードとかって
聞いててすごい面白いなっていつも。いやリラックスしてないと話せないですもんね。確かに。いや私なんか何がこの仕事で好きってなんかそういういろんなことを話していただけるのがすごいいいんですよ。話しちゃいますよ。ありがとうございます。なんかみんなやっぱり持ってるんですよね、そういう なんだろう、ちょっと独自の話っていうか。あ、そう。うん、まあ、だってね、うん、それぞれバックグラウンドが違いますしね。そうそうそう。同じように義務教育受けてって感じたりも、考えてることは違ったりとかね。そうそうそう、面白いんですよ、そこが。人のそういうなんか多様性というか。いやでも本当に花澤さんのお仕事はそれは何だろう、うんうん、その直しながらもそうだけど、なんか触りながら感じていけるお仕事じゃないですか。うんうんうん、そうですね、そうですね。すごいですよね。なんかまあ、すごくはないんですけど、なんかいやありがたいですね。いいです。こういう仕事に就けたことはすごい良かったなと思ってます。痛いっすね。やばかったです今。こっちもありますねこれ。はい。やっぱ毎度のことだから叩きますよね。叩きますね。あれなんですもんね、ちょっとこう重いの運んだりとかあるんですもんね。まあそうですね。けど今の職場はそのなんか精神的に辛いみたいなことはあんまりなくて、嫌なことは嫌だって言えるし、そのただやっぱり体力的にね、どうしても長い時間働いてたりするので辛いところはあるんですけど、なんか誰かがなんかすごく意地悪でとかそういうことは一切ないので、なんか体を動かすのってある種気持ちがいいですもんね。大変だけど、まあなんか なんか嫌な人がいるとかじゃないと、そうそうそう、気持ち的にはだいぶいいですよね。だって私、うん、ね、ゆで卵を食べたいとか言って作ってもらったりしてます。すごい家族っぽいですね。昨日、あの朝出勤して、おはようございます、ゆで卵が食べたいのでよろしくお願いしますって言って出てくる。でも要求可愛いから、まあそれぐらいだったらっていう、なんかお金早くくださいとかだったらちょっとあれですけど、ゆで卵食べたいぐらいなら愛用ぐらいの。作る人ってなんか美味しく食べてもらえるの嬉しいですもんね。はい、じゃあ今度は仰向けですね。眩しくなるぞ。眩しい。すみません、じゃあ外します。じゃあベッドから頭の先が少し出るぐらいに、ちょっと上の方に体ずらしてみてください。はい、よいしょ。あ、出過ぎた。このぐらいです。いつもいつも下に行くから。ちょっと下がりすぎて。大変ですね。すいません、失礼します。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。キュー。あ、すいません。